いつも八瀬まで乗っている叡山鉄道を今回は途中下車をし、一乗寺で降りて歩いて15分程度にある場所に向かいます。今回はここ瑞巌山円光寺、こちらの庭園を拝観します。円光寺は徳川家康により建立された寺院で、紅葉の名所として知られています。まず最初に迎えてくれるのが現代に作られた枯山水庭園、本流庭になります。ここは枯山水の中を歩くことができる庭園となっています。左側に襖絵を見ながら本堂の入り口に向かっていきます。こちらが紅葉の名所として知られる庭園、従宮の庭になります。それでは本堂の室内に上がって従宮の庭を見ていきます。室内の縁側には真っ赤な絨毯が設置してあります。それでは室内からの従宮の庭、こちらをご覧ください。本堂の入り口の右手に手水鉢があり、そこには水琴窟があります。それでは水琴窟の音色をお聞きください。それでは従宮の庭を歩いていきたいと思います。こちら左手の下の方には可愛らしいお地蔵さんが設置してあり、撮影スポットとなっています。右手の池は程よい近さで、楓が池の上に張り出しているので、リフレクションの撮影に良い場所となっています。二手に分かれていますが、ここをまっすぐ進むと左側に鐘楼があります。また右側には竹林があり、応挙竹林と呼ばれています。次にこちらを登って進むと、ルート的には右に曲がり、応挙竹林、こちらの方に進むのですが、この先に見える階段、こちらを登ることもできます。こちらを登って進むと、開基徳川家康公を祀った東照宮があります。また洛北を一望できる展望場所となっていますが、ここを知らない人が多いのか、私がいる間誰も登ってくることはありませんでした。それではルートに戻って右側を進んでいきます。竹林を抜けると池を右側に見ながら
随雲閣の建物前に進んで一周する感じのルートになります。一望できる東照宮に登らないルートですと歩くと10分程度で回れるルートとなっています。こちらの円光寺ですが、秋の紅葉特別拝観に関してはこちらも事前に予約が必要となっています。同じ鉄道沿線近いということもあり、瑠璃光院とセットで拝観するのもいいと思います。円光寺に関しては朝8時から拝観が可能となっています。円光寺を8時、瑠璃光院を10時というように朝一番で拝観できる紅葉スポットとして円光寺の庭園を紹介しました。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。